ーマンリターンズ。あ人には頼み方ってものがありますよ。土下座とかした方がいいと思うんですよ。どういう育ちしてるんですか。お願いします。はい、痛い。これジョーカーのバットモービル乗りこなしスタート。えい、このネタバシバシ。あっ終了。いや今なしだよ。何をなっちゃ、ボールが当たったの。ここにボール、もう怖い。ここの人たち、キャットウーマンのバットモービル乗りこなし2回目スタート。トラウマを抱えてなっちゃう。34でトラウマです。ガラスシュークリームチャレンジ、一気にはじゃあもう一つパクっていきましょう。どうぞ。こちらグリーンランタン、あとコンスタンティン、結構風評弁伝。あ、ご存知ですか？コンスタンティン。あ、コンスタンティンね。そうですね。ヤノギウスさん。はい。まあちょっと知ってるってことは、有名な可能性があります。コンスタンティン。コンスタンティン。さあ、それでは参りましょう。コンスタンティンの順位こちら。さあ、おめでとう。素晴らしい。コンスタンティンやっぱかっこいいですしね。言ったらそのエクソシストみたいな、うん、あの戦い方しますから、うん、これ一本じゃない。これトラウマなんですけど、投げられても当たってるね。キャットウーマンで。あ、いいですか。キャットウーマンやってますね。さあ、キャットウーマンいきましょう。こちらラッキーボーナス2点おめでとうございます。やったー。なんすか。いや、やっぱ人間って1として最初から1は持ってます。そう、普通のゼロをつったじゃん。ええやん。じゃあ、ええやん。ボディ強いからよ。ダンボールだろ。スーパーマンの劇場版こちらですね、うん、初代。初代ってのはやっぱりみんなも強いと思いますよ。マーロン・ブラウンでできましたね。確かこれね、はい、劇場版スーパーマン、はい、展開。あー、そっか。バットマンリターンズ、リターンズ。いや、もうあなたヒントにめちゃくちゃ活かされてるもん。行きましょう。はい、こちらラッキーランド。やった、やった。急にこの人力強くなったんですけど。
じゃあ、1分何ポイントか、これ。いや、ザ・テレビショーみたいになっちゃったじゃん。このね、やっぱペンギンというキャラクターがね、私たちとても好きです。ペンギンなんですか？ペンギンというキャラクターです。けど、ペンギンに育てられてるスーパーマンリターンズ。あ、スーパーマンリターンズ。なんかリターンって聞いたら、なんか大体こう人気があったから。確かにバットマンリターンズ中。なるほどね。こちら、ほい。やったー。すごい。これやっぱね、このあの初めて銃を撃って、はい、眼球に当たりそうになって、それがこう結構眼球が負けちゃうっていう印象的な試合。バットマンビギンズ。バットマンビギンズ、はい。はい。こちら。ほら、いや、NG です。あ、そうだっけ、NG です。誰も信用できない、しあ、さあ、行きましょう。シュークリームチャレンジ、どうぞ。タイム今、ジョーカーに本当の未来に顔真っ赤で顔が白から赤になって悲しくさクリアースーパーマンがね、まだ出てないから。そうなんですよ、はい。新作を願います。お、一番この中順番の最強の敵です。スーパーマン、スーパーマン最強の敵、はい、が新作ですかね、はい。もう知ってる人は面白すぎますよ。これはこれがね、もうこれがあの勉強してない証拠だっていうのがすごくわかりますよね。行きましょう、こちら。はい、展開。じゃあ順番で言って大丈夫じゃないですか。まだわかりません。マウムステイル、こちら、アーチー。ということで、はい、さあ外に参りましたよ。外のに来たよ、はい、この格好でさ。まあ外といえばロケでございます。何すんの？決まってません。なのに出てきたの？はい、はいじゃない。警備員のエプレゼントに注意してます。はい、なんでですか？僕あの浅草でこの格好で浅草寺お参り行ったらめちゃくちゃ怒られてる。ありますか？ただとんでもない人気者にはなる。そうです、人は寄ってくる。修学旅行生からとんでもないですよ。さあということで、これからもプロジェクト DC コミックスの展開に乞うご期待です。それでは参りましょう。いるぞ、ゴー。いやー、絶対負けないさ。